養蜂箱は、その中で、蜜蜂が生活し、子供を育てるための密閉された構造である。天然の蜂は、天然の構造体に住むが、養蜂場で養殖された蜂は、養蜂箱と呼ばれる人工の巣箱で生活する。蜜蜂,蜂族の種のみが、養蜂箱に住むが、飼育されているのは、西洋蜜蜂,蜂と東洋蜜蜂,蜂のみである。リトアニアのストライピー系にある木製の、 養蜂箱養蜂箱の内部には、蜜楼という物質でできた六角形の小部屋が蜜に詰まっており、ハニカム構造と呼ばれている。蜜蜂はこの小部屋を、蜂蜜や花粉等の植物を蓄えたり、卵、幼虫、砂木等を育てたりするのに用いている。蜜蜂は、洞窟、石の割れ目、木のほら等を、天然の巣として用いる。他の属では空中に作る種もいる。巣は、 互いに平行な複数の歯に噛むと、比較的大きなスペースからできている。入り口は一つである。西洋ミツバチは約45リットルの容量の巣を作り、10リットル以下や100リットル以上の巣を作ることはない。巣を作る場所の高さは1メートルから5メートルを好み、入り口は南側で下を向いていることが多い。また、親のコロニーからは300メートル以上離れている。通常、 巣は何年にもわたって使われる。巣の入り口付近は滑らかになるように作られ、内壁はプロポリスの薄い膜でコーティングされる。ハニカムは巣の上部と下部で壁にくっついているが、円に沿って細い通路が残される。巣の内部の基本的な構造はすべての蜜チで似通っている。蜂蜜は上半分に蓄えられ、花粉の貯蔵、子供の飼育等は下半分で行われる。 落下生形の女王の部屋は通常巣の下部に作られる。人工の養蜂箱は蜂蜜の製造と穀物の受粉の二つの目的で使われる。また、受粉のために穀物のある場所まで移動されることがある。養蜂箱のデザインにはいくつもの特許がある。養蜂のための巣箱はヤナなどと呼ばれることもある。西洋の伝統的なドーム形状の養蜂箱。 このような形を b e ブと呼ぶ用法は現代英語にも見られる。アラビア語文献をラテン語訳した医学書、健康全書に掲載されている図版より、ミツバチはエジプトでは古代から飼育されてきた。エジプト第5王朝ニューセルラーの時代のコナーラクのスーリア寺院の壁からは、労働者が養蜂箱の穴に煙を吹きつけ、養蜂箱を取り出す様子が描かれている。 北部と南部の統一後の上エジプトのシンボルは養蜂箱であり、このデザインはエジプト第3王朝の時代から使われていた。また、すべてのファラオのファラオ名にも付けられた。蜂蜜の生産を行っていたことを示す碑文がエジプト第26王朝のババサの墓から見つかった。ヘブライ大学の考古学者アミファイマザールはイスラエルのテルレホブの遺跡から 少なくとも30個の完全な養蜂箱が見つかったと語っている。これは3000年前の聖書の時代から進んだ蜂蜜産業が存在していたことの証拠である。わらや未生成年度から作られた養蜂箱は多くが壊れていたが、合計100個もが整然と並んで発掘された。ハイファ大学のエズラ・マーカスは、この発見は文章や壁画で知られていた。 近藤の古代の蜂飼育についての知見を与えるだろうと語った。また、巣のそばから像が発見され、蜂の飼育に宗教的な意味があった可能性が指摘される。この遺跡で見られる蜂の飼育は、これまで発見された中で最も古いものである。伝統的な養蜂箱は、蜂のコロニーに対して、単純に閉鎖空間を提供するだけのものである。 内部構造は用意されていないため、蜂は巣の内部に自力でハニカム構造を作る。ハニカムはしばしば交差し、接着していて壊さない限り動かない。収穫者は巣を壊して蜂蜜を採取する。これらは徐々に巣箱に置き換わり、最終的に近代的な装置にとって変わられることになった。伝統的な養蜂箱では蜂蜜は 巣を破壊して絞って採取される。そのため、昔の蜂蜜には、蜜蝋が多く含まれた。泥と粘土でできた巣箱、植物でできた巣箱、木のほらでできた巣箱の3種類に大別される。泥と粘土でできた巣箱、編集マルタ島の粘土の養蜂箱エジプトでは、現在でも泥で作った巣が用いられている。未焼成粘土と藁と糞を混ぜ合わせ、 細長い円筒型にしたものである。地中海東部では粘土のタイルで巣を作る。小生粘土で作られた円筒は古代エジプト、中東、およびギリシア、イタリア、マルタ島の一部で多くの場合はいくつかを重ねて養蜂箱に使われていた。飼育者は一方の端から煙を入れて蜂を追い出し、蜂蜜を収穫した。植物でできた巣箱。 編集イングランドの伝統的な藁の養蜂箱作り、ヨーロッパの北部や西部では、藁や草で編んだバスケットが養蜂箱に用いられる。最も単純な形では、下部に出入り口用の一つの穴があるものである。これも、やはり内部の構造はないため、8は自前で、ハニカム構造を作る必要がある。この方式では、生産者が、 内部の病気を調べることができない、蜂蜜を採取する際にしばしば巣全体が壊れてしまうという二つの欠点がある。生産者は蜂蜜を取るために完全に蜂を追い出すか、殺してしまい、万力で圧作して抽出することになる。後に小さなバスケットを上部に開けた小さな穴にかぶせるものが現れた。これで蜂の子供を失わずに蜂蜜を採取することができるようになった。 木のホラでできた巣箱。編集アメリカ合衆国南東部では、20世紀に、なるまで木のホラの一部に養蜂箱が作られていた。ゴムの木を使うことが多かったことから、英語ではビーガムズと呼ばれる。ホラのある木は、養蜂状に直立で置かれ、ハニカム構造を作る助けとするために棒が置かれる場合もある。植物でできた巣と同じように、蜂蜜を取る時には蜂を殺して、 巣を破壊する必要がある。これは燃えた溶を含む金属容器をコラの中に入れることによって行われる。セルビアにあるダデントブラスの養蜂箱近代的なデザインの養蜂箱は19世紀に最初に現れるが、そこへの移行段階は18世紀にすでに見られる。移行過程については、1768年から1770年にトーマス・ワイルドマンによって、 以前の方法と比べて、蜂蜜を採取するのに蜂を殺す必要がないところが利点だと記されている。例えばワイルドマンは、藁の巣の上下に平行二木の棒を渡し、蜂がハニカムを作りやすいようにした。1814年、ウクライナで最初に商業的な養蜂を始めたペトロ・プリコポビッチは、装備を初めて発明した。操作は簡単になったが、 ソウヒの間の適切な距離を決める必要があった。その距離は、1845年にヨハン・ジャースンによって、1、2インチであると記された。1848年、ジャースンは、巣箱の横板に溝をつけ、そこでソウヒを固定する方法を紹介した。ラングストロスの巣箱は、ジャースンの巣箱のデザインを継承したもので、移動可能なソウヒを備え上部が開放された初めての、 巣箱だった。ラングストロスの巣箱は、ハニカムを支える移動式の装備を、上部の棒で支える構造をしている。これにより、養蜂家は、病気や寄生虫を検査することができ、また、新しいコロニーを作るために簡単に巣を分けることも、できる。スロベニアでは18世紀から養蜂はこの板は、通例は柔らかい木で作られていて、油絵の具で描かれている。ラングストロスのすば 編集ラングストロスの巣箱発明者であるロレンツォ・ラングストラにちなんで名付けられ、最も普及している。ラングストラは1860年にこのデザインに対する特許を取得した。それ以来標準的なスタイルとして、世界の75%以上の洋放課に使用されている。サイズや装備の数の違いにより、スミス、セイガバーガー・ベウテ、フランケンビューとノーマルマス等があり、 商業用に改良されたものや地域に応じたものもある。ナショナルハイブ、編集ナショナルハイブはイギリスで最も広く使われている洋放箱である。真四角で取っ手となる切り込みが入っている。装備は一般的なラングストロスのものよりも小さく長い持ち手がついている。洋放箱はフリーメイソンの重要なシンボルの一つである。工業と協力を象徴し、 マスターメイソンの講義の際には目立つところに掲げられる。また洋蜂箱はアメリカ合衆国ユタ州のシンボルの一つでもある。ミツバチと共に描かれ初期のモルモン開拓者にとって工業と基地を象徴していた。ジョセフ・スミス・ジュニアのようなモルモン開拓者のリーダーの中にはフリーメイソンの者も,のもいた。洋放箱はその他のいくつかのフリーメイソンのシンボルと共に現在でも モルモン教の伝統や文化の中に現れている。養蜂箱は文章学で工業のシンボルを表している。ニュージーランドのウェイリントンにある円形の国会議事堂は b e h i v e と呼ばれている。ニュージーランド議会のウェブサイトのアドレスも www.behive.govt.nz e である。人間は時に 公共安全や蜂の病気の拡大防止のために蜂の巣を破壊する。アメリカグマも蜂蜜を得るため蜂の巣を破壊することがある。フロリダ州では1999年にアフリカナイズドミツバチの巣を破壊した。アーカンソー州では病気になった蜂の巣を焼くか、埋めるか、エチレンオキシドで燻上するか、水酸カラトリウムで殺菌するかしなければならないという条例がある。 ありがとうございます。